黄色い部分がメトヒア地域。メトヒアはコソボ南西部の盆地、地域名である。面積は3340平方キロメートルで2002年、現在の人口は79万272人おり、コソボの全人口195万6194人の40%を占める。地域名となっているメトヒアはギリシャ語で、 修道士の土地を意味するメトヒアから来ており、中世にこの地域で多くの村や土地を所有していたセルビア正教会の修道院やアトスに由来する。アルバニア人たちはこの地域を中世の有力なアルバニア人貴族であったレック・ドゥカジニとの名前からレック・ドゥカジニとの大地を意味するラフシ・ドゥガジニトと呼んでいる。セルビア語での名称であるコソボ・メトヒアは、 公式には1974年まで使われたが、この年のユーゴスラビア社会主義連邦共和国の憲法改正により、コソボ社会主義自治州となり、強い自治権が認められ大きく変わった。1974年の憲法改正によって、コソボメトヒアは公式に襲名から除かれることになったが、この変化をセルビア人は受け入れず、救命を使い続けた。 1989年当時のセルビア大統領スロボダン・ミロシェビッチはコスボの自治権を弱めた憲法を交付指名称も急所に戻すがこの出来事はミロシェビッチの言ったことの中でも象徴的なことであったメトヒアは東西 23km 南北 60km で平均海抜は 450m であるシロドリン川はこの地域の重要河川である モクラゴラは北や北西部、プロクレティエは西部、パシュトリクは南西部、シャル山脈は南や南東部、ドレニツァはコスボなどそれぞれた地域との境界となっている。メトヒアとコソボ東部は動物賞と植物賞が異なる。コソボ東部の生態は中央セルビアと変わりないがメトヒアは地中海性気候の影響を受けている。 メトヒアは、肥沃な耕作地も形成しており、多くの小規模な河川があり、灌漑に使われ地中海性の気候と、相まって農業に適している。この地域では高品質なぶどう畑や果樹園があり、栗やアーモンドなどが生産されている。ありがとうございます。